横浜でね、無料引換券で交換でした。本編聞くとね、今日は未許可はね、ペイトク無制限適用で、1日目はね、予定されてカウチユーティー買いに行ったんですけど、ラポートをね、地下と地で車でね、結果ね、公園のね、500ポイントのラポート、5万円ポイントまで、そこからね、で、安く済んだんでね、プラスに引き上げ1600円ぐらいかなんかね、この後なんかお茶買うとしてね、ヤフーショッピングでマグセーフのね、チャス製マグセーフの買ったらね、100円のね、ヤフーショッピングで券ゲットしたらね、で、なんですがね、で460円のヤフーの LINE の商品券があったんで、で、バイオハザードビレッジね、月曜日の夜か、金曜日のね、夜でね、火曜日の夜と木曜日、あれか、とりあえずね、なんか2日間でね、結構そこそこ先に進みましたね。私にも体験した報告と、昨日ね、夜はね、今日休みのことまで3日間のね、でして、3日間ゲーム3つ分ね、Apple TV 保険で、ね、購入したね、ペイトクがアプリに適用されるか、購入したエイリアンタクとかね、まあその結果は出てませんがね、ペイトク無制限 15% バックと、まだね、スクショとかね、ショートブログに貼り付けてあるんで、シドカイのスーパーペイペイクーポンとね、ウォーキングとね、ランニングね、水曜日の朝やりましたからね、全編映画の撮影つなげる振り込みの、iPhone 14 Pro 4K に GFS シネマティックモードと M2 iPad Pro Final Cut Pro 時計動画にイラスト書いてます。こちら日本シリーズ見ながらね、2ヶ月からもカードの末尾でね、メインカードで、ね、9,332円ね、今週余剰金できた計算です。この月だ、こちらペイトク無制限がね適用されましたのと、今月からね、バンパイアのブンデスリーガーです、手術とかだと、いやーね、バスケットライブね、日本代表馬場雄大選手のね、チームでブログ試作しながら、今日はね、朝なんですよ、ペイトクね、ね、5% が今3倍の 15% 適用されます。ウェルシアで買いお茶買い物でした。いや、ドライブでラポートは近いと、父母のせい。向こう、執行ポイントが500ポイントあるので。こちら、ゲームしたんで、人数、味方人数でちょっと視力測定してもらいましたが、1.01 でした。こちら公園のトートバッグ、ラポートクーポンとね、ペイトクで310ポイントも出てきました。ペイペイクーポンね、5% 何回でも行きますね。セリアでね、回したんで。で、母を送っていった時に、ウェルシアで、エルバティ前に最終的にね、ペイトクも適用させて。いやバイオハザードね、パッとね、中学通次のところに進めたかな。一冊どうなのかわかんないけど、アベマでプレミアリーグ見ながら。こちら、セブンイレブンで無料引換券でゲットです。いやイオンモールで、車でコーヒー、ペイトクの席で提供され、うちの日高屋で餃子3個とね、ラーメン、スーパーペペペポアリです。今日はね、ウォーキング、もう50分目安です。ユニクロカーズ着ながらです。うちは春までね、無料引換券で交換です。いやー、イオンでね、アテリアスを見て、交換に取ってきて、車に迎えに行くからね、車のほうじ茶が入ってきて、無料引換券で。じゃあね、
Apple TV を置けて、ペイドクがね、適用されたと顔にしてね、エイリアンアタックね、まだそれは不明なんで、面白かった、4900円、インベンダーゲームみたいなね。こちらね、M2 バットプロでバイオハザードビレッジね、ようやく初のバトルシーンがありました。こちらアップル TV を OK コントローラーにつけて、スネーカーを捨てちゃって前に、ね、iPad がなんか、ね、つけ好きだったゲームですね、なんかね。当選したパキッとパスタソース、ペペロンチーニね、海苔と白ごまです。じゃあ、こちら、JF 特番っていうのはね、大きく今は短めで、スニークカードで来てね。こちら、ウェルシアでね、AP バーに最終商品を一応ね。アメブロスターが来ながらね、プロバスケ B リーグ、首位のアルバルク東京でした。